Dear friend, how are you? Hey, how are you? Fine. Delighted to be here, very honored, and ready to serve as usual. Hey, thank you so much. Hey. Hello. How are you? Good morning, Prime Minister. I'm very well. How are you? Fine. I'm very glad to welcome you. Thank you so much. And this is beautiful. I never wear those things, but this time I do. All right, shall I go this way? Yes. Okay. Hi. Nice to see you. Thank you so much for inviting me. It's so nice to work with you. Thank you very much. Hello, nice to see you again. ご視聴ありがとうございました。
世界の成長センターであるアジアの開かれた地域としての発展は世界の安定と繁栄に重要であり、アジアの安定と繁栄に関係の深いインフラと海洋について質問したいと思います。アジアには膨大なインフラ需要があります。アジアの持続的発展のため、投資の量的充足に加え、質も考慮する必要があります。質の高いインフラ投資で、地域の連携性を高め、そして世界経済の減速に近づく、アジアの経済圏の創出が重要です。アジアは自然災害が多数発生する地域でもあります。インフラ投資は自然災害への強靭性や防災関係を考慮する必要があります。日本においては熊本地震の後、九州新幹線は2週間足らずで全線復旧することができました。このような強靭なインフラこそ不可欠であろうと、質の高いインフラ投資を促進していくにあたっての皆様のご意見を伺いたい。これは安定的に持続的な成長を確保していくためにも、国民の命と財産を守るためにも必要感じます。我が国は昨年5月に質の高いインフラパートナーシップを発表いたしました。Coming now. It's on the way. On the way. ただいまより G7 伊勢志摩サミット議長安倍晋三内閣総理大臣によります記者会見を行います。はじめに安倍総理からご発言がございます。その後皆様からのご質問をお受けいたします。それでは安倍総理よろしくお願いいたします。まず冒頭、日本の総理大臣としてこの度世界中からこの伊勢志摩の地を訪れてくださった皆さんも心から歓迎したいと思います。美しい入り江、豊かな自然、おいしい海の幸、山の幸、日本のふるさとの魅力を味わっていただいたのではないでしょうか。伊勢神宮の荘厳で凛とした空気に触れると、私はいつも背筋が伸びる思いがいたします。神宮は五穀豊穣を祈り、平和を祈り、人々の幸せを祈りながら2000年もの悠久の歴史を紡いできました。今日の平和と繁栄は、そうした人々の祈りの上に築かれたものであります。その神宮から今年の G7 サミットはスタートしました。我々がここに集うこととなったのは、
共通の信念と責任と分かち合っているからである。41年前オイルショックという世界経済の危機を前に、先人たちは初めてフランスのランブルイエ城に集まり、歴史的な政策協調に合意しました。今日の平和と繁栄は、そうした先人たちが未来は変えられると信じ、共に立ち向かってきた結果であります。そして今日の平和と繁栄を私たちの子や孫の世代へとしっかりと引き渡していく。そのためには今を生きる私たちもまた目の前の課題から逃げることなく、力を合わせて立ち向かっていかなければなりません。自由、民主主義、人権、法の支配といった基本的価値を共有する G7。 これまで世界の平和と繁栄を牽引してきた G7 にはその大きな責任があります。世界が直面するさまざまな課題に協調して取り組む明確な意思を G7 の友人たちとともに、ここ伊勢志摩から世界へと発信することができました。最大のテーマは世界経済でありました。株式市場の下落により、世界ではこの1年足らずの間に1500兆円を超える資産が失われました。足元では幾分か回復し、小康状態を保っていますが、不透明さは依然残っており、世界的に市場が動揺しています。それはなぜか。最大のリスクは新興国経済に陰りが見え始めていることです。今世紀に入り、世界経済を牽引してきたのは成長の活力あふれる新興国経済です。リーマンショックによる経済危機が世界を覆っていた時も、景気回復をリードしたのは堅調な新興国の成長、いわば世界経済の機関車でありました。しかし、その新興国経済がこの1年ほどで急速に減速している現実があります。原油をはじめ鉄などの素材、農産品も含めた商品価格が1年余りで5割以上下落しました。これはリーマンショック時の下落幅に匹敵し、支援国をはじめ農業や素材産業に依存している新興国の経済に大きな打撃を与えています。成長の糧である投資も減少しています。昨年、新興国における投資の伸び率はリーマンショックの時よりも低い水準にまで落ち込みました。新興国への資金流入がマイナスとなったのもリーマンショック後初めての出来事であります。さらに中国における過剰設備や不良債権の拡大など、新興国では構造的な課題への対応の遅れが指摘されており、状況のさらなる悪化も懸念されています。こうした事情を背景に、世界経済の成長率は昨年リーマンショック以来最低を記録しました。今年の見通しもどんどん下方修正されています。
先進国経済はここ数年慢性的な需要不足によってデフレ圧力に苦しんできましたが、これに新興国の経済の減速が重なったことで世界的に需要が大きく低迷しています。最も懸念されることは世界経済の収縮であります。世界の貿易額は2014年後半から下落に転じ 20% 近く減少、リーマンショック以来の落ち込みです。中国の輸入額は昨年 14% 減りましたが、今年に入ってもさらに 12% 減少しており、世界的な需要の低迷が長期化するリスクをはらんでいます。現状ただ悲観していても問題は解決しません。私が議長として今回のサミットで最も時間を割いて経済問題を議論したのは悲観するためではありません。しかし私たちは今そこにあるリスクを客観的に正しく認識しなければならない。リスクの認識を共有しなければ、共に力を合わせて問題を解決することはできません。ここでもし対応を誤れば、世界経済が通常の景気循環を超えて危機に陥る大きなリスクに直面している。私たち G7 はその認識を共有し、強い危機感を共有しました。そして新興国経済に弱さが見られる今こそ G7 がその責任を果たさなければならない。 G7 で協調して金融政策、財政政策、そして構造政策を進め、三本の矢を放っていく、そのことを合意いたしました。アベノミクスを世界に展開してまいります。 TPP や日 EU、EPA により自由で公正な経済圏を世界に広げていく、女性をはじめ誰もが活躍できる環境づくりや公衆衛生の危機への対応を含む国際保険の前進は、世界の持続的な成長の基盤となるものです。新興国の成長を支え、世界の需要を底上げするために、共通の原則のもとに質の高いインフラ投資を活性化することも必要です。こうした G7 のコミットメントを伊勢志摩経済イニシアティブとして取りまとめました。当然日本も議長国として今回の G7 合意に従い、率先して世界経済の成長に貢献する、世界経済が危機に陥るリスクに立ち向かうためあらゆる政策を総動員して、アベノミクスのエンジンをもう一度最大限付加していく決意であります。日本として何をなすべきか、消費税率引き上げの是非も含めて検討し、夏の参議院選挙の前に明らかにしたいと考えています。世界の平和と安定を守る、このこともまた普遍的な価値を共有する私たち G7 の大きな役割であります。暴力的過激主義は全ての人類に対する挑戦です。
テロリストの逃げ場をなくし、テロ資金の流入を根絶する。新たな行動計画は、国際社会が連携してテロと戦うための大きな一歩であります。欧州へと大量に押し寄せる難民の問題についても、その根本原因を断ち切るため、グローバルな支援を強化することで合意しました。いかなる紛争も武力の行使や威嚇ではなく、国際法に基づいて平和的に外交的に解決すべきである。この原則を私たち G7 はしっかりと共有しています。世界のどこであろうとも、海洋の自由は保障されなければなりません。一方的な行動は許されず、司法手続きを含む平和的な手段を追求すべきである。そして完全な履行を求めていくことで、その完全な履行を求めていくことで、私たちは一致いたしました。ウクライナにおける紛争もまた、国際法に基づく平和的外交的な手段によってのみ解決されると確信しています。G7 としてすべての当事者に対し、ミンスク合意に基づいて情勢を平和的に解決するため、具体的な行動を取るよう求めます。ロシアには国際社会のあらゆる課題に対し、建設的な役割を果たしてもらいたいと思います。シリア情勢などにおける平和と安定を達成するためにも、プーチン大統領との対話を維持していくことが重要であると考えます。北朝鮮による1月の核実験と複数にわたる弾道ミサイルの発射を、私たち G7 は最も強い表現で非難します。北朝鮮には国連安保理決議の即時かつ完全な遵守、拉致問題を含む国際的な懸念に直ちに対処するよう強く求めます。核兵器のない世界を目指す。核不拡散と軍縮に向けた G7 の強い決意を、私たちは改めて確認しました。核兵器のない世界の実現には、核兵器のない世界の実現は容易なことではありません。それでもなお私たちは手を携えて前に進んでいく強い意志を共有しています。私はこの後、アメリカのオバマ大統領と一緒に被爆地広島を訪問する予定です。被爆地に足を運び、犠牲となったすべての人々を追悼する。そして被爆の実相を世界へと発信する。それは核兵器のない世界の実現に向けた大きな力になると確信しています。あの悲惨な経験を二度と繰り返してはならない。これが今起きる私たちの世代の大きな責任であります。私たちの子や孫、そしてその先の世代の子どもたちのために、より良い世界を作り上げる。今回の伊勢志摩サミットは、その決意を G7 のリーダーたちが確認し、
明確な行動へと移していく大きなきっかけとなる充実したサミットになったと考えております。最後となりましたが、今回のサミット開催にあたって大変なご協力をいただいた伊勢志摩の地元の皆さん、三県の皆さんに心から感謝申し上げたいと思います。私からは以上であります。はい、それでは皆様からのご質問をお受けいたします。日本のプレスの方から始めます。質問を希望される方は挙手をお願いいたします。私が指名いたしますので、指名された方は、ご所属とお名前を名乗った上でですね、明らかにされた上で質問をお願いいたします。それでは、はい、テレビ東京の宮崎です。今回のサミットは8年ぶりにアジアでの開催となりました。南シナ海の情勢や北朝鮮などアジアをめぐる安全保障の環境の厳しさは欧州各国にしっかりと伝えられたんでしょうか。そして世界経済の議論ではリーマンショック前夜と現在と比較して説明しておられましたが、各国とは先ほど会見で総理は収縮という言葉も使われてましたが、危機というレベルにまで含めて現状をどのように共有したのか、そしてリーマンショック級の事態に発展しうるとするリスクに対してはどのぐらいの財政出動の規模が必要で、また日本としてはどのような具体策を講じていくのかお聞かせいただきたいと思います。今回の伊勢志摩サミットは洞爺湖サミットから8年ぶりに日本でそしてアジアで開催されるサミットであります。アジア情勢については欧州は距離的に遠い、その関係で現在のこの危機的なさまざまな安全保障上の危機が増大しているということを感じていないのではないか、そんな思いを持っておられる方がたくさんいらっしゃると思いますが、今回はまさにそのアジア、日本で開催をし、南シナ海情勢や北朝鮮などをめぐり、アジアの安全保障環境が厳しくなっていることは、出席をされた欧州の首脳にも十分に伝わったと思います。南シナ海情勢に関して、私が一昨年、シャングリラ会合で発表した海における法の支配の三原則、すなわち国家が主張するときには国際法に基づいて行うべきこと、そして自らの主張を通すために力や威嚇を用いないこと、紛争解決は平和的手段を追求すべきこと、その三原則で議論を進め、各国首脳も賛同し、G7 の共通認識となりました。北朝鮮については私から本年1月の核実験やその後の度重なる弾道ミサイル発射を受けて厳しい状況について説明をいたしました。その上で G7 として核保有は断じて容認できないことを確認し、安保理決議の厳格な履行確保を含め緊密に連携していくことで一致いたしました。また私から拉致問題についても提議をした結果、 G7 首脳からこの問題について懸念が表明され、コミュニケにも明確に盛り込まれました。世界経済についてでありますが、我々はリーマンショックという危機を防ぐことができませんでした。世界経済を悲観しているわけではありませんが、何よりもまずリスクについてしっかりと認識しなければ正しい対応を取ることはできません。この点に関し、我々 G7 は世界経済についてしっかりと議論を行い、大きなリスクに直面しているとの認識で一致をいたしました。そしてそのリスクに立ち向かうため、あらゆる政策を総動員して
世界の需要を底上げし、持続的な成長に向けて G7 が連携して取り組んでいくという力強いメッセージを伊勢志摩経済イニシアティブという形で取りまとめることができました。その後 G7 各国は機動的な財政出動の実施や構造改革の果断な推進を協力して行っていかなければなりません。特に世界の需要を底上げするため、質の高いインフラ投資の実践や環境、エネルギー、デジタル、エコノミー、そして人材育成、教育、科学など経済成長に接する分野で官民のさらなる投資を行っていく必要があります。日本としても今回の G7 の合意を踏まえ、財政面での対応も含めてあらゆる政策を総動員してアベノミクス3本の矢をさらに強力に推進していく考えであります。 OK, now next from non-Japanese media. And now be advised once again to identify yourself with the name and outlet. Isabel.Isabel Reynolds from Bloomberg. You've mentioned several times the importance of trade in spurring economic growth. How confident are you now that TPP will be ratified in its current form? And when do you hope to do that in the Japanese parliament? Also, are you satisfied with the language in the G7 communique about steel oversupply, which has particularly been blamed on China?各国ともですね、TPP の早期発行を目指して、それぞれの国の国内手続きを進めていくということについては、TPP 首脳会談においても、しっかりとそれぞれの国の議論を進めていくということについて、改めて一致をしたわけであります。TPP は日本経済が中長期的に力強く成長していく基盤となるものであって、基本的価値を共有する国々が経済の絆を深め、その輪を広げていくという戦略的意義を持つものであります。このような TPP の効果を一刻も早く実現するために、早期の国会承認を引き続き求めていきたいと思っております。そしてまた国内的にも、私がリーダーシップを発揮してその機運を高めていきたいと考えています。そしてまた今中国の鉄鋼等の過剰供給についてお話がありました。国際的な価格を、この過剰供給は国際的な価格下落を通じて企業収益の悪化や雇用不安など世界経済に大きな影響を与えています。中国政府は過剰生産能力を削減すると表明していますが、我が国としてはその削減量が国際市場の状況に照らし不十分であること、市場を歪める政府支援という根本問題がある限り、削減の実効性がないことを懸念しています。この問題はサミットでも議論されました。各国はこれらの認識や懸念を共有しています。そしてその解決に向けて市場機能を強化し、市場を歪める支援措置を除去していくことの必要性、 OECD 等の場を活用し中国を含む他の主要生産国との対話を行っていくこと、で一致したことは大きな成果であったと考えています。では再び日本のプレスの方からもう一度、はい、どうぞ。時事通信の松本でございます。消費税増税に関してお伺いいたします。先ほど総理は
消費税増税について夏の参院選前にその是非に関する判断を明らかにされると述べられました。総理としてはその決断について夏の参院選で国民の審判を仰ぐというお考えなんでしょうか。仮に消費税増税を先送りという決断を下された場合、野党などからはアベノミクスの破綻ではないかという指摘や批判も出ておりますが、先送りの決断をされた場合、衆院を解散して衆参同日選挙で国民の審判、審を仰ぐというお考えはございますでしょうか。まず野党のアベノミクスが失敗したではないかという議論でありますが、それは決してそんなことはありません。雇用は非常にいい水準になっています。有効求人倍率も過去でもかなり高い水準で推移していると思います。我々はこのアベノミクスを進めてきて110万人雇用は増えました。その前の野党政権時代は10万人減っているわけであります。またこれは一部の大都市だけではなくて地方においてもそうですね。有効求人倍率1を超える、1人の就職者に対して1つの職種がある、仕事があるというと1なんですが、それを超えると、一応どこかに就職できるという状況でありますが、我々が政権を取る前は47の都道府県でたった8つの都道府県だけが1を超えていましたが、今46の都道府県で超えています。そして賃上げも今世紀に入って最も高い水準で3年連続行われているわけでありますし、パートの受給も過去最高に、時給も過去最高になっています。決してアベノミクスは失敗をしていない、そういうことはまず最初にはっきりと申し上げておきたいと思います。その上で今 G7 が世界経済について現在大きなリスクに直面しているとの危機感を共有しているわけであります。その上で大きな危機に陥ることを回避するため協力して対応することで国際的に合意をした、この事実は大変重いものであると考えています。議長国として日本は率先して世界経済の成長に貢献していく考えであり、あらゆる政策を総動員してアベノミクスのエンジンをもう一度力強く吹かしていかなければならないと決意をしています。あらゆる政策と申し上げている以上ですね、当然消費税の取り扱いも検討しますが、現時点で結論を出しているわけではありません。 G7 の合意は、今日まとまったばかりであり、具体的な政策対応についてはもう少し時間をかけて検討したいと思います。そのため仮定の質問にはお答えできませんが、いずれにせよ参議院選挙の前に明らかにしたいと思います。予定しておりました時間が回っておりますので、次最後の質問にさせていただきます。どうぞ。ベトナムテレビ局のグンと申しますが、G7 は海洋安全保障を脅かす行為や、または現状変更の試みに強く反対している立場を取っていますが、もし現状の改善が見られない、またはもっと悪化するとしたら、その一方的な行為を止めるためにどんな対応を行うでしょうか。ありがとうございます。海洋の安全保障について G7 各国首脳の間で国際法の原則に基づく海洋秩序や航行上空飛行の自由の重要性、そして東シナ海や南シナ海での現状への懸念といった点について一致をいたしました。首脳宣言にもその旨盛り込むことで G7 としての断固たる姿勢を明確にしました。南シナ海情勢に関して先ほどお答えをしたように、私が昨年
一昨年シャングリラ会合で発表した海における法の支配の三原則で、まあ、議論をリードしまして各国首脳も賛同して G7 の共通認識となりました。またフィリピンによる国連海洋法条約に基づく仲裁手続きの結果が近々出る予定であり、法の支配の重要性の観点から各国が明確に立場を示していくことが重要であります。そしてまたこの議論は G7 だけではなくてアウトリーチ、ベトナムの首相も参加をされたこのアウトリーチでも議論になりました。Okay, well, since the scheduled time has been over, so let us wrap up the G7 Chairman's press conference. Thank you very much for your cooperation. Thank you very much. ありがとうございました。